僕のことを好きじゃない誰かさんのことでくよくよする時間はないんだ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。スヌーピー。人生で長く関わる仕事、これを楽しくできるか苦しさを感じて生きるかで人生の満足度は大きく変わるな。両学長。あと10年しか生きられないとしたらあなたは何をしますか。長いと思い悠然と構えられますか。短いと思い駆け出しますか。あと10年しか生きられないと宣言されたのならばあなたは次の瞬間何をしますか。余命10年。自分に正直に生きて、他人にどう思われるかなんて気にしないで。死ぬ瞬間の5つの後悔。他人がどう思うかに支配されると幸せになるのは難しいでしょう。高望みするよりも自分と家族にとって本当に必要なものが何かを理解できる人の方が人生はずっと幸せになると思う。ひろゆき。この国、少なくとも社会保障の意味ではええ国やからさ、ちゃんとルールを知っていたら食いっぱぐれはないから、さほど不安に感じる必要はないと思うで。両学長。本当にやりたかったことを今すぐ始めよう。ハイヤーセルフとシンクロニシティが必ず一番いい形で導いてくれる。ダリル・アンカ。人間の脳は一つのことに集中してしまうと他のことが処理できなくなる。例えば嫌なこと、腹が立つことばかり考えるとあなたの心はどんどん貧しくなっていく。どうにか処理するのではなく置いて逃げればいい。離れて考えることをやめれば処理する必要がなくなる。例えば過労でうつ病の人が田舎で農業をすると改善する。環境を変えるのはとても良いこと。 SNS はストレスは膨大。藤野智也。日本に生まれただけで上位何パーセントかに入る幸運の持ち主やと思うで。両学長。違和感っていうのは全て正しい。心はお前が本来すべきことを知っているんだ。だからお前がやるべきことじゃないことをやっていると心は全力で抵抗しようとする。それは君の役目じゃないよってな。それが違和感だ。フェルミ研究所。好きでもないことを一生懸命やるのは勤勉とは言いません。単なる奴隷です。トマベチヒデト。断言する。誰しもが今よりもっと自由に生きられる。毎日ワクワクして過ごせる状態にはなる。何歳からでもどんな状態からでもずっとわしの最初の動画から言い続けてるやろ。正しく学んで行動していけば豊かな人生になる。無理なことをできるってことは言わへんで。その方が残酷やねんから。ほんまにできるって確信してるから言うてんねん。でも当の本人が無理やって思い込んでたら無理やろ。じゃあ自由になるにはどうしたらいいかっていうと、いつも言っていること、お金にまつわる5つの力を磨くことやわ。両学長。生きがいを探してしまうのは今の人生が楽しくないから。大切なのは生きがいがあるかどうかではなく自分が楽しいかどうかである。ひろゆき。意図していない経験が人生を豊かにしてくれる。日本の幸福度ランキングは低いけど日本人にとって当たり前のことなので幸せに気づけないのかもしれません。10代がスマホを持つ、バイトで生活できる、夜中の12時に女性が街でうろうろなど、水と安全の確保ができている日本は幸せな国。ひろゆき。重要なのは他人の評価ではなく本人が心から嬉しい楽しいと思っていることです。トマベチヒデト。転職にリスクはあっても転職活動はノーリスクやからな。男女の浮気はあかんけど勤め先の浮気は OK や。新たな恋人を探しつつ良い人がいたら乗り換えたらええし、今の人の方がいいと思ったら付き合い続けたらいいという感じ。両学長。
努力した者が全て報われるとは限らん。しかし成功した者は皆すべからく努力しておる。はじめの一歩。資本家から与えられている餌となる賃金を当てにして車輪から抜けさせずにいると、やがて時間はどんどん減っていき、いずれ生涯を車輪の中だけで終えることになる。インベスター Z。